8月18日は、グレゴリオ歴で年始から230日目にあたり、年末まで、あと135日ある。アサフ、ホール、火星の衛星フォボスを発見ドイツ最大の鉄道駅、フランクフルト中央駅開業。画像は1903年ドイツ皇帝ビルヘルム2世、ドイツ民法典に署名。発行は1900年1月1日。 日本を含む多くの国の民法に影響女性参政権を認めるアメリカ合衆国憲法修正第19条批准。右画像は1912年参政権を求める女性のデモ行進ナチスドイツの国民ラジオ1号機 VE301 ワット発公開。1939年には全世帯の70%に ラジオが普及しプロパガンダ放送の手段となった、ポプラ事件、第二次朝鮮戦争勃発の危機に作曲家、アントニオ・サリエリ誕生バレエダンサー、振付やジュール・ペロー誕生。右画像は、ドガが、ダンス教室、中央の男が、ペロー・オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世誕生。知性は68年に及んだシオニズム思想家。 アハド・ハーム・モンゴル帝国を築いた、初代皇帝チンギス・カンボツ。右画像は、在世中の遠征とハンの拡大。ニカヤ皇帝テオドロス2世ラスカリス没民の、第14代皇帝、万歴帝没神聖ローマ皇帝フランツ1世、没ローマ教皇アレクサンデル6世没。世俗的な教皇であったローマ教皇パウルス4世、没。 人間喜劇の作者である小説家、オノレド・バルザック・ボツ。右画像はバルザックによる、書き込みのある構成ずり。自由インドカリ政府国家主席スバス・チャンドラ・ボース。飛行機墜落でボツコロンビアの政治家、ルイス・カルロス・ガラン・サルミエント。大統領選挙中に暗殺大韓民国第15代。大統領、近代中ボツ第一回全国。中東学校優勝野球大会開幕。 左画像は第1回大会の始球式1868年8月18日の日食。ピエール・ジャンさんがこの観察中にヘリウムのスペクトル線を発見。ありがとうございます。